お座りください。ねえ、懐かしいね。今何時って感じですよね。なんか声が聞こえてくるかなと思ったら意外に来なかったって。今何時ですか？もうまさかまさかのええ時間ですか？はあ、皆様もうこんな時間です、ね、え、残念なんですけどね、とうとう最後の曲となってしまいました。ねえ、マジマジ残念でしょ。でもね、もうすぐ9時が来ようとするのでね、9時回ってからこのノリで行きょうたらね、きっと近所から絶対なんかこの辺割と文化圏でしょ、ちょっと今日ないかなという気もします。あ、まだもう、え、でももうすぐ8時か、まだ8時前か、まだ行けるね。ダメダメダメ、あ、ダメか、ダメみたい、ダメみたいです。大人の事情でダメなんだって、残念ですね。なんか今度はちょっとこう、ジャージーの感じ、静かな場、お、なんか来ました。どうぞ、ウェルカム。はい、みんな見えてました？こっそりだ。こんなも入ります。はい、ぜひ入ってみてください。次がね、最後の曲になるんですが、もう最後の前なのでね、ちょっと宣伝をさせてください。10月14日、もうしつこいね。10月14日、これ見てください。素敵でしょ？うちの団長です。はい、団長とね、大体こうセンターとこうメインのアチャギという、手振ってますね。はい、めっちゃ可愛いんですよ。ハレスに可愛い女子が多くてですね、ぜひ私いけるかもっていう方、団員募集の方をしております。男性ももちろんウェルカムなので、ちょっと気になるなという方、この小さい方のハガキをお持ち帰りくださいね。団員募集ハガキあちらにございます。あの子いいかもっていう方にもぜひお渡しいただきたいと思います。で、まあ、ハレスの定期演奏会のご紹介を最後の最後にさせていただきます。10月14日1時30分会場、2時開演、場所は岡山市民文化ホール小橋にございます。駐車場ございません、あまりもうほとんどありません。公共の機関で乗り物でお越しいただけたらと思います。もしくは最寄りのパーキング等へお近くにね、止めてから徒歩でお越しくださいませ。はい、また素敵な真面目な曲から今日のようなノリのいい曲までご用意いたしております。そしてなんと本日は特別にですね、こちらの会場でもチケットが購入していただけます。イエーイ。もうね、枚数がね結構限りがあるんですが、まあ、今なら複数枚まとめ買いも可能かと思います。はい、なんてだって500円ですからね。とりあえず買って帰っておいて近所のお友達にプレゼントするとか、割り箸で売るのはやめてくださいね。500円ワンコインなので、はい、ぜひぜひ皆さんで、ね、10月14日岡山市民文化ホールでお会いしたいと思います。はい、ということで本日最後の曲はエル・クンバンチェロです。聞かれたら多分ね分かると思います。最後までノリノリでいきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。